さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。ああ、おはよう。まあ寝れてないだろうし、日数も少ないからな。ほとんどゼロではないんだ。じゃあ、ぼやけて見えるみたいな。相当見えないんだろうな、でも。酒なら飲む。あれかな、やっぱ食料をちょっとでも節約しときたいのかな。何？客がいるときは座ってるだけだから大丈夫だ。おちゃらけてるけど、やっぱすごいいいお父ちゃんっぽい。あれは趣味みたいなもんだから大丈夫だって。ああいうふうにやってったら多分気も紛れんだろうな。酒なら飲む。親父好きだわ。いや、飯とかやっぱちゃんと。見せしめだ！噴水広場だ！何何？見せしめってことは処刑か。カトリック狩りか。カトリック、なるほど。信者をなんか炙り出して見せしめにしてみたいな感じか。いや、見届けてやることもできん。いい。もしかしてウィルたちもそうなのか。下手に出てったら自分たちもってことか。エリザベス女王。これってあのエリザベス女王だよな。わあ。むごすぎる。娯楽か。ひでえことしやがる。何も悪いことしてないのに。いつも通りだ。ウィル。悪いが、ちょっと席を外す。2階に行く。え、何？ここでか。よりどころだよな。誰しもがでしょ。これもじゃあ見つかったら大変だね。もう一瞬だよな。早いね。
周目、あ、そういうことか。ここがじゃああれか、そのひっそりとやってるやつらの、うん、密告でもされたらあれだもんな、なかなか、よっぽど信頼できるやつじゃないといられんべな。一掃されちゃうな。ウィル、あ、こんな顔なんだ、エド。みんな来ていますか。今日はウィルも一緒にどうですか。ああ、だよな。今は広場の騒ぎに出ずっぱりですよ。みんなで祈りを捧げましょう。残された私たちが心のままに祈る。そうしないと広場で処刑されたものも浮かばれません。だよな。何もできないけど、せめてもの。先生か。難しい時代だったんだな。ああ、大したことなかったんだろうな。世の流れは絶え間なく変わっていきます。今はこうして人の目を忍んでいますが、神の御心を正しく理解している者が世を導く日が必ずまた来ます。その日まで耐えましょう。我々の忍耐が必ず後に続く者たちを救います。報われてほしいな、この人たちには。そらそうよ。穏やかじゃねえな。そういうことだったんだね。ん、これがいつものメンツなんだな。うん、場所があってよかったよ。ここがなかったら俺なんかはとっくに流されてただろうと思うんだ。自分の弱さを認められると人の弱さも許せるようになる。人は弱いからこそ信仰が生まれたのかもしれません。そうかもね。酒ってのもさ、人が弱いからこそ生まれたのかもしれねえよな。つまりこんな時くらいは俺にも一杯くらい酒出したっていいんじゃないのか。それは違うんじゃないですか。え、そうかな。一杯だけでいいのに。一杯が二杯、二杯が三杯に、いつしか数えるのもやめる。そういうもんよな。うっせい、うっせい。ああ、いる。
台本の方はどうよ。あ、昨日のデンマーク王の話じゃないのかよ。さすがに。書きかけていた話というのは、イタリアってお前、俺最後に行ったのいつだよ。私はまだテンブリッジに来てない頃ですね。よっぽど前なんだ。よう覚えてんな、さすが物書き。にしても綺麗な顔してるな、ジン・キサラギみたい。4年か。ウィルが店に立ち始めた頃だな。あ、全然覚えてねえよ。何？どんな話？入れ替え。手紙。ああ、あったあったな。確かにあれは傑作だったわ。どんな話だったんですか？いや、これはよ、イタリアで本当に聞いてきた噂話なんだがよ。本当に聞いた噂話、なんかいいな、その感じ好き。流行り紙みたいな。いつものな。ローマにそれはそれは美しい女とそれはそれはかっこいい男がいてな、二人は文通してたんだよ、一年以上も。二人は手紙に詩を綴り、愛を語り合い、互いの声は知らないままどんどん燃え上がっていってたわけ。顔は知ってるんですね。お互いの美貌は知れ渡っていたからな。ところがだ。お？二人の手紙はいつも一人の少年が届けていた。こいつが互いの手紙を別の相手に届けてたのよ。別の相手？同じ名前の男女が二組。すごいそれ。いや、それ普通に読みたいんだけど俺も。一年間もか。ことの発端は、美男子の最初の手紙を間違った相手に渡したことだ。気づいた時にはもう後の祭り。手紙をもらった女は舞い上がっている。ここで間違った相手との文通が始まってしまった。この時にすぐに謝れば丸く収まったんだろうがな。この少年は別の方向に知恵を絞った。つまり、美女の方にもちゃんと手紙を届けたのよ。ほほう。美女をものにしたい男は町にあふれていた。その中から少年は美男子と同じ名前の男を見つけ出して手紙を書かせた。新たな文通が始まりましたね。で、文通がすぐに終わっちまえばよかったんだが、どうにもこの4人の詩の趣味ってか言葉の趣味が、あードンピシャだったんだ。そういうこと。間違った相手との1年間の文通、喜劇ですね。めっちゃおもろそう。偽美男子の男は既婚者だったのよ。なんと。よくねえ。よくねえ。その男の恋の炎は熱く燃え上がり、とうとう美女との闘争を決意。それで？それで？うんうん。そこまでしか聞いてない。なんでだよ。だって噂話だもん。まあそんなもんだよな。どうなったんでしょう。まあそもそもが噂話だからな。本当にそんなことがあったのかすらも怪しいもんだ。聞いてきたのは本当だよ。そこは誰も疑ってませんよ。で、この話をどうしようってんだ。まあ男なら気持ちはわかるよな。確かに。でも舞台ですよね。文通がずっと続くのは地味だよな。やっぱ動きがないとあれか。産業で魔法か。なるほど。子供に魔法が使えるのか。なるほどね。
そうアレンジしてくんだ。妖精。なるほど。面白いじゃないの。おー、少年改め妖精が道化の役割を果たすわけですね。いいじゃねえか、さすがウィルだ。絶対おもろいやん。でも今回も間に合いそうじゃねえか。うん、いや実際大したものですよ。リリーザの雑記作家ですらウィルほどの側室ではない。リリーザの雑記といえばクリストファー・マーローですね。テンブリッジ一の流行作家様だな。でも彼よりもウィルの方が筆が早く話は深い。すごい評価されてんだな、やっぱ。まあ、実際だからこういう風に仕事が来るわけだろうし。勝てますよウィル。なんかエドいいな、熱い男だな。そいつはいい。よし、俺からケーキ漬けにいいもんをやろう。お、へへへ、見たら驚くぜ。ん？ん？ただの干し肉じゃねえぞ。これは鹿肉ですか。おお。ほう。柔らかそう。あ、高級食材なんだ。結構どころじゃねえよ。一頭をさばいてしっかり売ったらこの店の売り上げの3ヶ月分にはなるんじゃないか。売ろうぜ。ダメ？3ヶ月は安泰だぞ。お得意さん様々だよ。余るほど鹿を飼ってるだろ、スペンサーのやつよ。スペンサー教？そいつからのもらい物のお裾分けだ。貴族は金銭感覚が違いますね。みんなで食おうぜ。どうも今日は一人で空気にはならなかったんだ。さすがにな、あんなことがあったから。生きていくには食わないとね。ほれ、ウィルモ。こいつらはあれだね、すごい信用できるな。絶対裏切らないタイプだ。旦那も食えよ、鹿肉だ。めったに食えねえぞ。俺も食うのは初めてだわ。ぜひ。じゃ、遠慮なく。もう親父もあれだな、ちゃんと飯食ってなかったから。この肉がね、確かにうまいけどな。体にもいいらしいぞ。食っとけ食っとけ。あんた最近食が細くなってるんだろ。ウィル、お前が言ったのか。余計なこと言うんじゃねえよ。客を心配させてどうすんだ。そうね、やめに死んでも飲む。じゃあ先生、脚本の方は何とぞ明日中に何とぞ。俺も楽しみだよ、ウィルの新作。まあそれそうか。金か。雑記作家になりたいやつは劇場の前に列をなしているくらいだからな。トラブった時に相談されるからいつも納期が急なのよ。ああ、そういう感じなんだ。
まあいいものを書いてればどっかの雑記になれるかもしれないけどよ、本業をおろそかにするわけにもいかないだろう。売り込み方が難しいよな。また同じような緊急案件しか取れないな、俺みたいな行商には。悪いな、その分店には通うようにするからよ。お前も苦労してんな、ウィルフ。まあロブも生活大変なんだろうにな。うん、そうか店が潰れないくらいには食いに来てやる。力になれなくて悪いな。俺が貴族だったらお前のパトロンになってやるのによ。今日は長い一日だった気がするよ。いつまで続くんだろうな、こんな状況。うん、みんな詩人だな。いいこと言うな。その潤いで脚本の方もビチャビチャにしちゃってくれんだろう。頼んだぜ大作家先生よ。さてというわけで、キリが良さそうなので、一旦切りたいと思います。なるほど、そういう感じだったんですね。結構見えてきましたね、どういう状況かっていうのが。なんかうまいこと、なんか貴族に取り入れられればいいっすね。